リサイクルの問題っていうのは非常に社会的な影響が大きかったんですね。だから科学のショーウィンドウになかなかならなかった。つまりもうみんなはリサイクルしたくてしょうがなくてですね、一回使うものはもう一回使ったらどうだっていうのがあったんですが、それ以外にいろんなトリックが1990年代あったんですね。その一つがダイオキシンなんですね。でダイオキシンが毒性がどのくらいかっていうのは、この科学のショーウィンドウのシリーズでですね、後ほどやろうと思ってるんです。生活の中の毒物っていう、そういうようなところでやろうと思ってるんですが、いずれにしてもここではですね、もともとこの焼却、ゴミを焼却する、特にプラスチックを焼却するとダイオキシンが出るという話自身がですね、科学的なトリックだったっていうことなんですね。で、私もその頃から随分違いますよって言ってたんですが、なかなか社会というのはですね、一回こう先入観がつきますとね、多くの人がその自分の先入観の方を頑張るもんですから、なかなか誤解が解けないんですね。こういうことなんです。ゴミってもプラスチックとか紙とか入ってるゴミをですね、お塩が少しあって、銅なんかもちょっとあってですね、そういうところで、400度から500度ぐらいに熱するとですね、ダイオキシンが少量合成されるんですね。ですからゴミを焼くとダイオキシンが生成するっていうのは正しいんですよ。それは正しいんですね。ただですね、ダイオキシンっていうのは、もしもできてですね、もしも猛毒でも、本当は猛毒じゃないんですけど、猛毒だとしてもですね、850度ぐらい以上になるとまた分解しちゃうんですね。ですからゴミを焼くときに温度をですね、900度以上ぐらいのところを作っとけばそこで分解してしまうんですね。なぜそれがゴミを焼くとダイオキシンが出るという話が蔓延して、それでリサイクルしなければいけないというへんてこなことになってしまったんですけれども、それはどういうことだったかっていうとですね、科学的に言えばですよ、これ本当は裏に利権とかいっぱいあるんですけど、それをちょっと後退させて科学的に言えばですね、実はどんなものでもですね、焼く時でも何でもそうなんですけども、条件が適当でなければ毒物が出ることが多いんですよ。例えばこれも後ほどこのブログでやろうと思ってるんですけれども、食品に例えばある弁当箱に使おうというものをですね、あったかいものを入れたりお酢を入れたりすると、弁当箱に使おうと思ったものから毒物が出ることあるんですね。ですから時々女の人が、これに熱いもの入れても大丈夫ですかと僕に聞くので、僕が大丈夫ですよって言ったり、ダメですよって言ったりするわけですね。それはどうしてかって言いますと、普通に使ってる時は何の問題もなくても、温めたりお酢を入れたりすると毒物が出てくるってのはいくらでもあるんですよ、そういうの。だからそのこれだったら絶対大丈夫だなんてのは世の中ほとんどないんですよね。だから焼却もですね、ゴミを焼く時にはゴミを焼く適当な温度を選択しなきゃいけない、方法と温度を選択しなきゃいけないってことなんですよ。当たり前なんですよね。どんなものでもどういう条件でやってもですね、問題がないなんてことはないんですよ。お風呂もですね、38度で入ればぬるいし、41度ぐらいだと適当だし、45度で暑いんですよ。お湯を沸かせばいつでも風呂に入れるって、いやそうでもないんですよね。世の中のことはどんなことでもそうなってるんですよ。ですからゴミを焼却するときに、昔はですね、紙も少なかったし、それからプラスチックなんかほとんどなかったんでですね、700度ぐらいで焼いてたんですね。それも焼くのもですね、方法はすのこの上に、鉄のすのこの上にゴミを乗せて、下から火をつける、焚き火とかですね、それからストーブと同じような構造の原始的な焼却装置を使ってたんですよ。ほとんどの市町村がそうだったんですね。ストーカー炉とかそういうふうにいろいろ言われるんですけども、それも最近では改良されてますから、いろんなことあんまり言えないんですが、いずれにしても鉄のすのこの上にゴミを乗せて下から火をつけると、そういうもんだったんですね。それはもうゴミの量も少ないし、別に温度を上げなくてもいいようなものしかなかったんですね。ところが高度成長があったわけです。1956年から1990年にかけて高度成長があって、日本人の使うものってのは10倍ぐらいになったんですよ。
でプラスチックも増えたんですね。カロリーの大きいものが増えて、それから薬品をうんと使ったようなものもゴミとして出てくるようになった。だから焼き方が変えなきゃいけなかったんですよ。つまり社会の変化に応じて高温で焼くような、しかも流動層って言いますかね、物がこう少し動くような、棚の上に単に乗せるっていうんじゃなくて、結構焼くものもですね、こう動き回るような、そういう焼却方式が適当なんですね。でそういう焼却方式に変えなきゃいけなかったんですね。で変えなかった原因は多分市町村にお金がなかったからだと思うんですよ。サボりじゃないと思うんですね。だってやっぱり必要性がないと税金を使うっていうのは役所は使えませんからね、やっぱりそれは。だからそのままなってた。でそこに学者が悪乗りしたっていうか環境省とかで悪乗りしたんですね。普通だったらば、ゴミが増えてきてプラスチックも多くなってきて、まあ、ダイオキシンなんか、ダイオキシン以外にも毒物ってのは出るんですよ。だからやっぱり850度ぐらいになるような焼却炉に変えていかなきゃいけない。だから焼却とダイオキシンの関係は別に関係ないんだと。ダイオキシンばかりじゃなくたって、どんなものだって量が多くて、それでいろんなものが入ってくれば、それは温度上げなきゃいけないんですから。それから焼却方式も変えなきゃいけないわけですね。ところが世界的には変なことが起こったんですよ。日本でですね、この焼却とダイオキシンとかリサイクルっていう問題が起きたために、結果的にはどういうことになったかっていうと、不適切な焼却炉のまま日本だけが続くことになりました。当時1990年頃ですね、私が世界における焼却炉の技術っていうやつを調べてみたらですね、代表的な焼却炉が200ぐらいあったんですけど、その中にですね、この技術立国と言われる日本で使ってる焼却炉がなかったんですよ。つまり極端に遅れてたんですね、日本が。なぜ遅れたかっていろんな原因があるんですね。日本は焼却が進んでたんですよ、進歩してたんですね。ヨーロッパはだいたい埋める文化だったんで、焼かないで埋めるんですね。変なこと言うんですけど、人間が死亡しても普通はこう土に埋めるんですね。日本は焼くんですよ。これは日本が湿気のある文化だったんで何でも焼いたんですね。ですからゴミを焼くということに関しては日本の方が先進国なんかではトップだったんですよ。トップだったんで古い焼却炉が入ってたんですね。こういうことって工業ではしょっちゅうあるんですね。例えば鉄がそうなんですけども、鉄の生産というのはヨーロッパとかアメリカが進んでて、日本が後から行ったんですね、後発なんですね。ところがちょうど1950年頃、新しい鉄鋼の方法が発見されて、非常に高性能の鉄ができるようになった。そうすると日本は装置が遅れてたので、その新しい技術を導入した。ところがアメリカはすでにその時に古い装置が入ってたんで、結局転換が遅れてですね、アメリカの US スチールっていう非常に大きな会社がそのうちダメになり、日本の新日鉄とか JFE みたいな会社がその新しい方法を採用して世界を席巻すると、まあ、こういうふうになったんですね。だからタイミングって難しいんですよ。だから日本は薬文化で市町村長に焼却炉の設備が整っていた。だから新しい焼却炉に変えるのがタイミングが遅れちゃったんですね。その間に、ヨーロッパとかアメリカが新しい焼却技術を入れたもんですから逆転しちゃったわけですね。つまりこの問題はもう一回言いますと簡単なんですが、プラスチックとかそういうのが入ってきたら焼却方法とか条件を変えなきゃいけなかったわけです。その問題とリサイクルの問題は本当は違うんですけども、これが絡んじゃってですね、それで焼却するとダイオキシンが出るからリサイクルしようなんていうですね、変な話になってきた。でこれはもちろんこれ小運動ですけど、技術的には、ダイオキシンを焼く装置の利権を持っている先生方が多かったんですね。でその先生方がこういう理屈をこねたもんですから、多くの人たちはそれに騙されて、焼くと毒物が出るらしい。今でもそう思ってる人が多いんですけどね。焼いても毒物が出ません。技術的にちゃんとすれば出ません。まあ、そういうことで、まあ、この問題はリサイクルの問題をさらに混乱させ、まあ、税金も随分使いましたね。このボロい
ボロい焼却炉を使うことによって余計にかかる税金というのを随分我々は払ったんですけども、まあ、これも科学のショーウィンドウがはっきりしてないんで仕方ないかもしれません。